You're listening to Shibuya Cross FM. はい、こんばんは。本日もディア東京始まりました。ドルミルデンタルオフィス表参道院長の鹿野さやかと塩です。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先日はですね、新宿レニーでこのディア東京のフェス、アイドルさんたくさんお迎えしてフェスやったんですけれども、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、準備たくさん本当にありがとうございました。いえいえいえ、さやかちゃんもありがとうございました。はい、お疲れ様です。めっちゃ楽しかったですね。楽しかったです ね、 ね、めちゃめちゃ楽しかったです。また第2弾ぜひ、はい、お願いします。はい、来てくださった方も本当にありがとうございました。ね、ありがとうございました。はい、今日はですね、フェスに参加していただいたアイドルグループさんを2グループお迎えしております。はい、はい、何グループ出てたんでしたっけ。17グループ。17かな。そうですよ ね、 ね、たくさんアイドルさんいて、そうそうそう、すごい楽しいイベントでした ね、 ね。はい、エビさんが次お、どこでやりたいって言ってたかな。オーイスト、ゼップ新宿。あ、ゼップだ、そうだ、ゼップでやりたいって言ってました、ね、なので次回ゼップでできることを願って、はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということでですね、最初のゲストさん、早速来ていただいてるのでご紹介いたします。では最初のゲストさん、モアさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、渋谷クロス FM を楽しみの皆さん、こんばんは。愛犬とガチャガチャが大好き、パステルブルー担当、モアのサブリーダー桜田あつさと、グミ大好き、ライブリーダーオレンジ担当、影山ひなたと、福岡県出身、明太子大好き、レッドの新メンバーの池田真奈です。私たちモアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 しますすごい完璧な自己紹介わかりやすい。すごい練習しました。練習しましたえ、ライブの前もあえて、お、一緒ですか。ちょっと違う。もう少し簡単に色と名前だけは言ってるんですけど、はいはいはい、今日はラジオということで、はい、好きなもの、好きなものも言わせていただきました、はいはい、ちょいちょい気になったところがあったのでちょっと突っ込ませてもらおうかな、はい、あずさちゃんのガチャガチャ、はい、あ、ガチャガチャ大好きなんです。ガチャガチャ、カプセルトイ、家にめっちゃ集めてるんですか。めっちゃありますね。もうかぶったものもたくさんあるし、うん、もう見つけに行ったりのもするのも好きなので、へー、いっぱい、あのガチャガチャ探しによく、東京はいっぱい、ここら辺の渋谷とかもいっぱいあるので、ありますよね、よく来ます。秋葉原とかめちゃめちゃありません。めっちゃあります。 ありますよね。私も一時期すごい行ってました。本当ですか、はい、楽しいですよね。楽しい、めっちゃ楽しい。無限にあるんで。あ、そう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 、本当にいろんな種類が、最近なんか動くやつとか、動くやつ、なんか組み立てるやつとかもすごい進化してますよね。音が鳴るやつとかもいろんなのが出てて、すっごい楽しいんですよねすごいすごい楽しいんです。え、ひなたちゃんの好きなものは、はい、グミです。あ、そうだ、グミだ。そうなんです。グミも毎日カバンの中に何かしら入ってて、はい、あの新作がやっぱコンビニとかでよく出ますね。ね、週、はい、1回とか出るんで、うん、毎回グミコーナー見て、うん、あ、出てるっつって買って。でもちょっと歯医者からしたら、あ、まあ、そうですよね。あんまりなんかちょっと歯にくっついて、はい、ちゃんと磨いてます。そう、食べたらちゃんと磨けば OK です。はい、はい、大丈夫です。今一番ハマってるグミなんですか？やっぱちょっとサワー系、はい、なんかつぶつぶがついてるのが結構好きで、うん、なんかシャリモニグミ、あ、知ってます。あれ美味しい、すごい一番好きなんですよ、はい、あれハマってます。ファンの方はそうだそうです。はい、ぜひ買ってくださいいっぱい届くかもしれない、はい、まなちゃんは、はい、福岡明太子、はい、明太子大好きです。はい、福岡県出身です。はい、福岡からいつこっちに、このモアってグループに新メンバーで入ったんですけど、はい、そのモアに入るために1月に上京してきたばっかりです、うん、すごい、ピチピチだ。そうなんです、ピチピチ、まだ3ヶ月とかですかね。そうですね、3ヶ月目ですね、ちょうど3ヶ月ぐらいです、うん、へー、
東京どうですか？東京は人が多いですね。とても多いと思います。ここもすごいめちゃめちゃ見てくれてますね。いっぱいファンの方もいっぱい来てくださってありがとうございます。嬉しいですね。そっか、5月3日から新体制になるんですかね。はい、あ、うん、活動としては4月1日から、うん、今月の1日から一応6人で活動させてもらってるんですけど、はいはい、5月3日にステージデビューさせていただきます。6人での新体制で。 その新体制の、で、あの場所はどこですか？場所はまだちょっと未定なんですけど、はいはい、東京の六本木でさせていただく予定です。楽しみです ね。衣装は6人で、あ、また新しくなる、はい、あら、楽しみですね。そうなんですね。でも担当の色は一緒？変わらず、はい、はい、既存メンバーも赤色って言ってたもんね。はい、レッド担当です。お、新しく入っていただきました。へそうなんです。なんで6人にしようってなったんですか？人数というよりかは、うん、もうモアに入りたいと思ってくれてる子が、うん、マナちゃんともう一人の、うん、レモン担当のキラリちゃんだったので、うん、あ、まあ、6人で活動してもらいました。すごい大人気だ、ね、入りたくて、だって東京来たんですもんね、福岡から。はい、福岡から候補生として、うん、5人でユニットを組んで3ヶ月間、うん、実際もライブ活動もして、うん、活動もしていました。へえ、すごい。じゃあそこから選ばれたってことですか？そうですね。そうです。すごい、選ばれし、選ばれし2名ね、ね、うん、すごいですね。それこそあのモアの大事な、うん、なんていうの、面接っていうか面談の日に、うん、はい、福岡に帰る予定だったんですけど、はい、うん、はい、飛行機をわざわざキャンセルして、はい、モアにどうしても入りたいからって言って、残ってくれたんだよね。はい、もう本気でした、うん、本気だね。はい、かなってよかったですね。はい、本当によかったです、ね、5月3日から楽しみ、楽しみです ね。あとは、4月28日、はい、メンバーさんの生誕祭。あ、そうですね、今ちょっと来てないんですけど、うん、はい、ライトグリーン担当の岸本直の生誕祭が4月28日同じく渋谷の近未来会館さんにて、はい、行わせていただきます。生誕祭ですね。渋谷だからみんな来てほしいですね、はい、うんうん、来てね、来てね、はい。あとは、知ってる TIFF、 おTIFF、 TIF、 東京アイドルフェスティバルですね、はい、の決勝。はい、そうなんです、はい、この間まで、ショールームっていう配信のアプリで予選があって、はいはい、それで勝ち進んで、うん、一応決勝が5月の12日にあの、はい、東京都内で決勝ライブっていうものがありまして、それに出場することになりました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当にすごい。はい、それ何組からどのぐらいいけるんですか？こ、何組だったかな。8組の中で1組、うん、すごい。決勝から、決勝8組から、うん、優勝したグループ1組で、はい、決勝の前はもちろんめちゃめちゃいますよね。そうですね、その前も予選第1、うん、書類審査からあって、うん、何組かの中から選ばれて、うん、またみたいな感じです、うん、そうなんです。ティフってだってもうアイドルさんの憧れの、そうですね、夏の大きいイベント、うん、はい、頑張ってください。頑張りたいですね。優勝してほしい。その優勝っていうのは誰が選ぶんですか？審査が4項目あって、はい、会場審査と審査員審査、はい、ショールームでの審査とグッズ投票、うん、はい、この4つの中からポイントで一番ポイントが高かったグループが選ばれる感じですね。っていうことはファンの方のお力がとても大切。いや、もう本当にとっても大切になっております。そういうことですよね。へ、ね、そっか。ライブ配信、ショールーム、そうです、うん、どんな頻度でやられてるんですか？TIFF の審査はもう、うん、あの予選は終わったんですけど、はい、ここで結構ショールームとか、うん、ポコチャとか、うん、あと TikTok でも、はいはい、私たちがライバー事務所から生まれたグループでして、うん、ライブがない日はほとんど、はい、ほぼ毎日あの1人、うん、メンバーおのおので配信してますね。そうなんですね、はい、すごいですね。すごい。私も実は2年ぐらいライブ配信すごいやってたんですよ。本当ですか？はい、なのでライブ配信楽しみ
しいですけど大変さもよくわかるので、うん、ずっと続けてられるのすごいなって思います、ねうん、メンバーがいるから一緒に ね、ね、なんかすごいエモいことを言うまあでも、うん、一緒にアイディア出し合ったりとかは結構してますね、うんうん、結構その予選とかでもやっぱショールームで配信で予選なので結構もともとライバー事務所でライバー兼アイドルやってたんですごい強みではあったので、確かにすごいファンの皆さんも慣れてらっしゃるのでそのイベントとかでもすごく心強かったですとても。すごい、確かに応援してくれる方絶対多いですよね、はい、他のグループさんとかより、うん、最近多いですよね。でもライブ配信がその審査に含まれてること、そうですね、オーディションとかでもよく見かけます ね、そうですよね、はい、配信時間はじゃあバラバラですか、空いてるライブがない日夜とかですか、基本的に夜とかが多いですね、うんうん、ライブの帰ってきてからとかも、はい、大変ライブない日は配信するってことはお休みの日はあんまり1日オフみたいなことは絶対ないってことですか。ほとんどないかもしれないですね、作ろうと思わないとなかなかない、ね、そうですね、強制的にこの休まなきゃいけないというか、はい、その休むためのシステムとか全然あるんですけど、なんかライブで遅くなって配信できない日とかに当てたりするので、休みの日はほとんど配信したりとか、でも逆にやらないと不安になってくるんですよ、だんだん、毎日やってると、休みの日に何もしてないと、あれなんか、習慣になってるからね、そうなってくる感じです。なんか、みんなクールになっちゃうかなとか思いますよね、ちょっと離れちゃうかなとか、毎日やってると分かりますよ、そんな感じですね。そっか、確かに。え、お休みの日そんなないってことなんですけど、うん、ひなたちゃんはお休みの日もしお休み今取れるってなったら何しますか、はい、そうですね、結構最近はドラマとか映画とかを、うん、その動画配信アプリ結構充実してるじゃないですか、はい、そういうので結構まとめてみたりとか、もう夜更かしして寝落ちするまでずっと見てたりとか最近はそれが多いですね。いいですね、うん、幸せです結構、幸せな休日、はい、はいはい、あずさちゃんはどうですか、部屋の片付けです。え、休みにそれそうなんですよ、もう部屋を片付けられなくて、はい、片付けられなくてはい、あのやっぱライブとか配信をいっぱいしてると片付ける時間がないんですね。わかります。どんどん部屋がだんだん床が見えなくなってくるので、はい、それを片付ける日に当ててますね、休みの日は。わかるわかりますか。わかる。本当ですか。私も配信してた時家の中と散らかってました。そうですね、はい、コスプレとか小道具なんかそういうのがすごく溜まってって、はい、片付ける日がちゃんと設けないと片付けられなくなっちゃうんですよ。休みの日はお片付け、そんぐらいみんな頑張ってるってことですね。ねでも楽しいです。楽しい、うん、素晴らしい、ね、はい、まなちゃんはお休みあったら何しますか。私は東京を散策してます、うん、そっか、はい、まだ来たばかりですもんね、まだ来たばかりなので散策してます、うんうんうん、どこが一番今のところ楽しかったですか、うん、なんか東京を散策するのが、うん、福岡って結構私の必要としてるお店、スリーコインズとか百均とかがまとまってるんですけど、はい、東京って結構それぞれにバラバラにあるので、うん、いかにまとまっているところがあるかを探してて探してて探してて今のところ錦糸町にの周りのパルコが一番まとまってるのでお気に入りです。お気に入り、お気に入りの理由めっちゃ面白い。でももう言っちゃったからあんまり行けないかもしれない。確かに、あ、そうですね、また新しく探します。そうだね、はい、新しいところをね、はい、また見つかったら教えてください。はい、教えます、ね、はい、面白い面白いね、かわいい、かわいいですね。そっか、東京来て観光地みたいな、うん、ザ観光地みたいな、東京タワーとか、うん、スカイツリー行きました。そうです、まだこっちに来てすぐ活動していたっていうのもあって、うん、あまり大きな観光はできていないんですけど、はい、これから、うん、まあ、先輩たちと一緒に行きたいなと思ってます、うん、てもちろんもちろん行きましょう行きましょう行こうって言ってる。可愛いですね、可愛いですね、本当に、うん、今観光地妹大変ですよ、外人さんでいっぱいで。確かに、うん、今日もすごい海外の方、うん、なんで春です、春だからですか。
春のツアー、うん、すごい多い、いつもより多いかもしれない、ね、多いですよね、冬とかより全然多いですよね、うん、そう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 、うんうんうん、今日あと見てくれてる方すごい多くないですか、うん、確かにすごい多い、ね、圧を感じる嬉しいファンの方もいらっしゃいますね、嬉しい、手振ってくれてるありがとうございます、嬉しい、ね、めちゃめちゃ嬉しい、ね、はい、衣装、今の衣装はじゃあもう6人になったら着なくなっちゃうってことですか、はい、そうですね、うん、当分は、うん、見れなくなっ、寂しいですけど、うん、かわいい、でまたもっとグレードアップしたグレードアップした衣装だと思うので、5月3日お披露目、はい、はいはい、うん、楽しみです ね、もう出来上がってはいるんですか、まだ制作途中で、私たちも実物はまだ見てないんです、デザインとかは見てるんですけど、はい、これから楽しみです、うん、めっちゃ楽しみです ね、 ね、なんか個人的な気になることなんですけど、アイドルさんの衣装とかって、うん、アイドルさん自体もあのこういうのがいいですって言うんですか、そうですね、うん、私たちのグループは、うん、あのリーダーの青木里奈がプロデュースしてくれてて、うん、はい、あの衣装とかも結構デザインから、はい、あの衣装さんにプロデュースしてもらってて、うん、次の衣装も絵で描いてもらって、それを衣装さんにお願いして形にしてもらうって感じなの、すごい、そう、デザインできる子がメンバーさんにいるってことですか、へえ、いいですね、ね、いいですね、うん、しかもそのメンバーさんにだったら意見もなんか言いやすくて取り入れてくれやすそう、あ、そうね、うん、結構いろいろ言ってます、結構それはこういうのがいいとか髪飾りはこういうのがいいとか、結構こだわり強いよね、うん、私たちね、そう、髪飾りこれみたいな、うん結構いろいろ言ってます、うん、でもね、絶対自分が気に入ったやつがいいですもんね、うん、そうです、着るんだったらね、うんうんうん、え、この今日つけてるやつとかも衣装の一部ですか、あ、これは私物、あ、これは私物、ヘアアクセは私物で、うんうん、なんかみんな揃えてたりとか、はい、結構ライブの回数が多いので、ファンの方のマンネリを防ぐためにも、アクセは結構変えたりとかしてるので、はい、公式衣装のヘアアクセはあんまりつけたことがなくて、私ヘッドドレスがアーシャのアクセなんですけど、多分1ヶ月ぐらいしかつけたことなくて、そっかそっか、あるけどいろいろ変えてるっていう、そうですね、マンネリ防止のために考えられてるらしいです、さすが、すごいプロだ、ね、頑張っております、ね、プロですね、え、じゃあそれなんかすごい衣装と合ってますけど、うん、それも違うってことですか、あ、全然もう買ってきたやつだ、なんか同じ生地なんじゃないっていう、で結構いろいろ見るのが癖になりました、だからその雑貨屋さんとかそういうアクセサリー屋さん行ったら自分の色のものがないかなみたいな、うん、よく見てます、だからすごい、まなちゃんはこれから揃えるの楽しみだね、もうすでにいろんなネットで赤色のものを探してます、おお、いいね、楽しみ、楽しみ、プロだプロだ、すごい、ね、ね、そんなことをされて努力をされてるんですね、ね、かわいい、今日もなんかもうキラキラがすごくて、そうそうそう、幸せ、ね、今日も幸せです、嬉しい、そんなことを普段あんまり ねキラキラとかね言っていただけないので、もうキラキラしまくって、キラキラですよ ねめちゃめちゃキラキラしまくってる、でも衣装は私たちコンセプトが海なので、うん、結構あマリンポイントの、あ、本当だ、とか、あ、本当だ、こういうのもこだわりのポイントなんですよ、へえ、あ、もうモアさんのコンセプト自体が海、はい、王道とマリンがコンセプトなので、うんうんうん、衣装には必ずそういった要素が結構含まれてて、へぇ、そうなんだ、そうなんです、そうなんです、あ、じゃあ次回も新しいやつも楽しみです ね、 そうですね、新しいやつもちゃんと海要素はあります、入ってるってことですよね、へぇ、すごい、ね、歌詞とかにも一応なんかボンボヤージュとか、うん、良い船旅よって意味のなんか単語が入ってたりとか、はいはいはい、一応そういうのもポイントとして海要素が入ってるんです、結構入ってるよね、結構入ってます、はい、23分からあの曲流させてもらうんですけど、そこにも入ってるってことですかね、はいはい、もうタイトルからもう、タイトルからもう海感が、本当だめちゃめちゃタイトルから海ですね、はい、そうなんですよ、楽しみ、みんな
え、年齢って公開してますか？非公開なんです。あ、そうなんですね。あ、全然全然。でもなんか福岡から出てきたところっていうので、はい、若いんだろうなっていうのぐらいしかわからないですよ ね、 ね、うん、でもみんなめちゃめちゃピチピチ、うんうん、ピチピチキラキラ、ね、ね、え、もともとライブ配信やってたんですか？はい、はい、そうですね、うん、ライブ配信やってて、で、事務所に入って、事務所からアイドルさん、ライバー事務所にもともと所属していて、うんうん、そこから新しく今、シップアイドルプロジェクトっていうグループから、うんうん、あとモアっていうグループで出させてもらってるんですけど、はい、その立ち上げの第1弾のグループのアイドルになりませんかって声かけてもらったのが、うん、私、さくらだと、うん、影山の今いる、はい、一期生、あとは今ちょっといないんですけど、はい、あのさっき言ったリーダーの青木里奈と、うん、生誕祭 の、うん、あの岸本奈緒が初期メンバーですね、うん、へー、じゃあアイドルになりたいって最初から思ってたわけじゃなくて、ライブ配信、ライバーさんとしてライブ配信やってる中で、うん、アイドルさんになろうってなったってことですか？そうですね、うん、へー、なんかライバーさんからアイドルになるっていう、なんか勇気いりませんでした？なんかアイドルさんめっちゃ体力とかダンスとか歌とかだっていろいろ必要じゃないですか、ね、うん、そうですね、まあ、私はもともとずっとアイドルやりたくて、他のアイドルグループに所属していて、ライブ配信だけその事務所の力を借りていろいろ助けていただいてた感じなので、一応アイドルは活動してました。でリーダーの青木里奈も名古屋でずっとアイドルやってたんで、一応アイドルずっとなりたかった子たちが集まってきたって感じですね、うんうんうん、すごい、ライバーさんからアイドルになれる時代なんです ね、 ね、今ね、へえ、すごい。え、皆さん全配信アプリ、さっきのショールームポコチャとかいろいろやってるんですか、うん、それともメンバーさんによって違うんですか、やってるアプリ。メンバーによって、うんうん、あの自分の得意なアプリで配信してますね、うん、あずさちゃんはポコチャを主に配信してますね。まな、うん、ちゃんは。私もポコチャです。ポコチャやってる、はい、ひなたちゃんをいろ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 あ、じゃあ、まあ、ポコチャも TikTok も、うん、はい、なんかショールームとかもちょこちょこ、前は主にポコチャをやってて、うん、今はいろいろ探りながらやってる感じです。へー、すごい。リスナーさんの感じって違います？あ、全然違いますね。違いますね。アプリによって、はい、へー。でも全部見に来てくれる方もいるってことですよね、追っかけて、はい、すごい ね、 ね、支えられてます ね、 ね、はい、あ、やばい、もうそろそろ時間に気づいたらなっちゃってたんですけど、直近の、一番直近のライブはいつですか？一番直近で言うと今週の土曜日13日、はい、ルミネゼロで、はい、アイコレさんというイベントに出演させていただきます。はい、そちらにも来ていただけたら嬉しいです。はい、皆さん行ってあげてください。お待ちしてます。お待ちしてます。そしたら本日はですね、モアさんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では最後にモアさんのマーメイドは君にをお聞きしながらお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。君に会いたい、その気持ちだけは譲れない、大切なことだからさ。
信じてる君のくれる愛がこの先も続くことだってほらいっぱいの私たちの過去を彩ってくれる一緒にもっと見てもっと見てわがままに選ぶのもラストみんなで変えたいよせーの会いたいその気持ちだけは譲れない大切なこと悲しさ皆さんのマーメイドは君にでした。さてお次はですねガラリと変わってアクマティカさんの登場です。そしたら自己紹介よろしくお願いします。はい、悪魔的な中毒性私たちアクマティカです。水名ゆいです。ヒルノサラです。ハユルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい悪魔的な、もう一回いいですか。悪魔的な中毒性です。いい悪魔的な中毒性悪魔ティカさん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしたらまずちょっともうちょっと自己紹介してほしいので、うん、じゃあ皆さんの好きなもの趣味とか教えてください。あ、出身とかでもいいですよ。なんかあ、出身はですね、はい、私東京で生まれて、はい、すぐ福岡に行きまた東京に戻ってきました。へえ、なんで福岡行ったんですか。あ、もうあの父の会社の関係でなんですけど。あ、そういう、あ、普通に引っ越して、はい、で、また東京でまた戻ってきました。うん、サラちゃん、はい、ですね。趣味は何ですか。趣味は、まあ、休日、オフの日とかは、うん、基本的に、まあ、Netflix でカンドラを見たり、はい、あと最近ハマってるのが、うん、YouTube で、はい、あの旅行、一人旅行してる Vlog を見る、うんうん、で、行った気になるみたいな。まだ行ったことないんですよ、あの海外に、はい、行ったことがないんですけど、はいはいはい、なんか行った気持ちになれる、うん、いいですね、それ私もやります、ね、え、マジでいいです。あの寝る前に、うん、あの部屋真っ暗の状態で見るのがおすすめです。へー、じゃあいつかそれやってるかもしれないですね、配信する側。あ、ね、でもなんか行く機会があったら、うん、もう絶対やりたいです。いいですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあゆいちゃん。はい、はい、私は関西出身で、はい、あの、うん、京都からやってまいりました。はい、はい、あんまりと確かにちょっと生まってる、ね、ちょい生まってる、はい、趣味、うん、なんか休日はあのよく一人寿司に行ったり一人カフェに行ったり、はい、あの回転寿司とかなんですけど、うん、なんか一人で結構なんかどっかでーって行ったりとかよくしてるので、うん、はい、そんな感じですかね。みんなでよりは個人行動の方が好きってことですか。あ、どっちも好きなんですけど、うん、こうみんな結構住んでるとこがバラバラやったりもするので、それもあって、うん、なんか今回もなんか桜一緒に見に行きたいなとかっていうのも言ってたんですけど、うん、まあ、なかなかちょっと難しかったりするので、うん、なんかそういう時は、はい、まあ、でも出かけたい、まあ、じゃあ一人で行くか、うん、みたいな感じでよくなんかプラプラと一人で行ってます。じゃあインドアっていうよりはアウトドアってことですね。あー、あれ、え、どうね、でも寝るのも好きやから寝家でもうずっとダラダラしてる時もあるんですけど、はい、どっちもって感じです。どっちも好き、はい、どっちも好き、はい、ゆいちゃんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、はい、ゆるちゃんは、はい、はい、横浜出身ですね。おー、あの普通に、普通あの普通に何も方言もなんか面白みもなくちょっと横浜出身なんですけど、はい、で趣味好きなものが、うん、まあ、仮面ライダーとふなっしーで、はい、さっきも少しお話ししたんですけど、はい、あの一緒にあの同じくふなっしーがそうなんです好きっていうことで、なんか いいなしですよね。いや、いいなし、いいなしです。いいなし、なにそれえ、そんなことあります。私そんなあった出会ったことないです。ふなっしー好き、私も あんまり周りにいないですえ、ハマったきっかけとかあるんですか。え、本当にもう覚えてないくて、うん、あの、
黄色いから黄色いから単純本当に覚えてなくてめちゃめちゃ単純、私最初にさ、あのふなっしーが YouTube 一人で撮ってて、はい、なんか一人で踊ってて、はい、でなんか一人で消しに行くっていうところまで、うん、本当に初期のやつ見て、はい、なんだこのなしと思って、なんか一人で頑張ってるの応援してあげようみたいなことですか。そう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 、あ、最初そういう気持ちから入ったんですね。そうなんです。へえ、おお、性格いいなしなんですよね。いや本当にいい性格がいいなし。そう、いいなしですよね。なしです、人じゃないんです。ちょっと私勉強不足ですもうちょっと勉強しておきますね。こいつら何言ってるんだもうちょっと勉強しておきます、はい、え、仮面ライダーはなんでですか。仮面ライダーは、うん、一番最初に見てたのが仮面ライダー電王で、はい、まあ、そこからあの弟がいるんですけど、はい、まあ、一緒に見ててって感じで、はい、最近はもうちょっと回り回って昭和の方のライダー見たりとか、うん、ガチだいやいや、でもライダー好きからしたら全然、まあまあまあ、全然まだまだなんですけど。確かに無限にいますもんね。はい、めっちゃ多いです。上に上がいっぱいいるんで、はい、へー面白い、ね、みんなバラバラでね、ね、皆さん衣装かわいい、うん、かっこいい、ちょっとかっこいい。 ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、あんまり、ね、そうですね、他のアイドルさんとは、まあ、被らないであろう衣装で、うん、やらせていただいてます。ちょっとね、見えにくいんですけど、下半身が一番結構違うくて、分かりやすいんですけど、でも色もね、うん、それぞれ結構、うんうんうん、パッチは何だろう、結構継ぎはぎなので、うん、多分みんなそれぞれ違う感じですね。すごい可愛い。あ、もともとあるやつを変えてるって感じですか。はい、背中とかも、背中がすごい全然、本当だ、あ、回った、あ、めっちゃええやんパンツですか、スカート。私はあのパンツなんですけど、はい、あのハイウエストのデニムに、うん、多分なんか違うデニムを、うん、あの縫ってもらってて、うん、なんかちょっとひらひらみたいな、なんかちょっとスカートっぽい、かわいい、ね、かわいい。皆さん衣装ちょっとずつ違って、ね、はい、あ、でもここは一緒、あのパチ、あ、パチは、パチは私だけしてないこれでもお好み、お好みですね。閉めるか閉めないか、はい、結構ここがボリューミーで、うん、開けてると結構バチバチ当たって痛かったりするので、うんうん、私は結構閉めて閉める派出てますね。開ける派、開ける派ですね。閉める派私も閉める派ですかわいい、ね、今日アイドルさん2組目なんで、さっきほどと全然違って、うんね、面白いですね、うんうんうん、すごい。でも私的に1回はちょっとアイドルっぽい衣装も1回でいいんですけど、ひらひらちょっとそう、ひらひらのちょっとなんかキャリーパムパムみたいな、だいぶだいぶいいじゃんだいぶふわふわだね。そうそう、なんかバってなってるやつがちょっと、はい、ちょっとだけ憧れがあります、うん、ちょっとだけ、ね、でも1回で大丈夫、ね、らしいです、らしいです。じゃあお願いします。たまに天使っていうおうおう、あ、悪魔と天使、あ、そうそう、いいじゃないですか。確かに天使デイみたいな、天使の日、天使で作れば悪魔の日と、うん、ね、もうそしたら解明、1日だけ解明して、ね、いいですね天使デイか、エンジェル、エンジェルエンジェリカ、え、あ、なんかエンジェル、ちょっとあんま勝手なこと言うとちょっと、あ、まあ、怒られちゃうじゃあもうこのかっこいい系っていうのは入る前から決まってたってことですか。そうですね、ロックを、うん、軸っていうか、うんうんうん、結構曲調もアイドルちゃんのなんかよくあるちょっと可愛らしい感じではなくて、うん、ロックテイストの曲が多いので、うんうん、っていう風にそれぞれ聴いて、はい、の上でっていう感じでした、うん、みんな、すごい曲、あとちょっとですね、4分後ぐらいに流れるんで楽しみですね。はい、あれですか、ファーストアルバム、はい、メガトンパンチ、はい、はい、そうなんです。今、うん、ファースト、そう、初めてのアルバムで全10曲、はい、あの収録されておりまして、はい、あの今会場限定で、うん、あの2種類、あの通常版と、はい、あのそれぞれのメンバー版と4種類かな、うん、はい、あ、2種類やけど4種類、うん、あの販売しております、はい、はい、それも結構
推しめにあの、はい、ぜひ買ってなっていう感じで買ってな買ってなって言ってます、はい、感じでやってます、はい、あの一応サブスクにも、うんうんうん、あの上がっておりまして、はいはい、もう多分本当にどの音楽アプリでも多分載ってると思うので、はい、お持ちの、はい、あのアプリとかで聞いてもらえたらお願いします。お願いします。お願いします。え、今から流す曲はアルバムには入ってます。入ってます、はい、お、じゃあ楽しみですね。はい、メガトンパンチ、いつ発売ですか？あ、もう発売されています。はい、発売中です。絶賛、はい、皆さん発売しております。アクマティカさんのメガトンパンチよろしくお願いします。お願いします。皆さん推し曲みたいなのあるんですか？その中であります。あるんだ。はい、バラバラですかね。え、でも割とこの今回流していただく二つ星って曲と、はい、まあ、僕が僕じゃないみたいな青い春っていう曲があるんですけど、ね、その曲が、まあ、私は推し曲です、ね、推し曲、今日は流れないんですけど、うん、ぜひあのサブスクで聴いていただけたら嬉しいです、はい、お願いします。お願いします。なんか無線の定期ライブもやってるんですよね、うん、はい、そうですね。今あのアクマティカ、2週に1回のペースで、はい、新横浜リットという会場で、はい、あの無線定期ライブ、あの無線ということなので、あの無料、チケット代無料なので、はい、ドリンク代だけ、うん、持って会場に遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、でもそう、今日ちょっと見てとか聞いて気になった方にはすごくいいですよね、はい、無料で足運んでもらえるってことなので、ぜひぜひ皆様足を運んでみてください、ね、お願いします。新横浜リット、はい、はい、新横浜リットですね、はい、新横浜の駅から、はい、横浜アリーナの近く、うん、あで合ってるよね、あ、近いよね、合ってる合ってる、ほぼ横アリーですね、うん、ほぼ横アリーだそうです今後もずっとある、一応2週間に1回、そう、まあ、ちょっとこのペースはもしかしたら変わるかもしれないんですけど、うんうんうん、今のところ2週に1回のペースでやらせていただいてます、うん、でゲストさんもその度、うん、あの呼んで、毎回、はい、出ていただいて、すごい、ね、じゃあぜひ4月23日皆様、はい、足を運んでみてください、ね、お願いします、はい、お願いします。さらに今から、あ、ありがとうございます。あ、そうです。今から、私たちライブがありまして、はい、渋谷ザゲームの方のイベントに出させていただきます。今ね、多分初めて私たちのことを見たよ、うんうん、聞いたよって人いらっしゃると思うんですけど、はい、渋谷ザゲーム、そこなんで、あっちやね、あっちか、あっちか、逆らしい、逆すいません、すいません、はい、渋谷ザゲームここら辺にあるんですよ、ね、はい、遊びに来てください、ね、お願いします。20時10分から、出番がありますので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあラジオ終わってご飯ちょっと食べてからみんな向かうと良さそうです、うん、はい、ありがとうございます。いい時間そうです。ね、行ってらっしゃい。はい、じゃあこの後すぐライブっていうことで頑張ってきてください。はい、ありがとうございます。本日は、アクマティカさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、では最後にアクマティカさんの二つ星をお聞きしながらお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。ひどい世界で物足りない今日も歌声で居場所確かめる。いつもなら他人事なのに僕のままだって泣きそうになる。愛だ今、今すぐ愛に行きたいな。でも今は「ただ
願った、ただ未来願った、離れないよ思いはずっと、ただ僕らでやって、ただ未来願って、離れないよを信じ続けて、ただ君に出会って、ただ未来願って、叶わないものを叶えるため生きてる、この夜空輝いた二つ星、アクマティカさんの二つ星でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これあれですね、ファーストアルバムのメガトンパンチに収録されてるらしいので、皆さんぜひお聞きください。お願いします。そしたら本日もディア東京、もう少しで終わりのお別れの時間になるんですけど、今日はお知らせがあります。はい、はい、どんなお知らせかと言いますと、ディア東京今までですね、第2第4木曜日の18時からだから月に2回やったんですけど、ね、4月から第2週の木曜日18時の1回になります、はい、なので皆様お気をつけください。ディア東京4月から第2週の木曜18時の1回のみになるので、1回に全力を込めて見に来てくださるととっても嬉しいです。そうですね、はい、その分こちらもですね、1回の分、うん、ギュッと濃い内容を詰め込んでお送りしますので、はい、これからもディア東京をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ね、じゃあ次がもう5月の第2土曜日、あ、第2木曜日ってことですよね。そう、連休、あ、連休明け、第2木、あ、そうだ、連休明けだ、明けですね、ゴールデンウィーク明けになると思うんですけど、わ、ゴールデンウィーク旅行行きたい、行きます、どっか、え、ゴールデンウィーク中は高いっすよ、はい、まあ確かに、え、でもゴールデンウィークぐらいしかもう病院オープンしちゃったので、あ、そうかそうか、そうか、ゴールデンウィークぐらいしか長いお休み取れなくて、確かに、そう、どこか、どな、ライブですか、ゴールデンウィークは。めちゃめちゃライブですね。めちゃめちゃライブ、あ、やっぱり、そっかそっか、ぜひアクマティカのライブ、確かに確かにぜひぜひ遊びに来て、そうや、あとあれや、あの Vlog 見て行った気持ちになるっていう裏技の あのお金も気に高くないので確かに確かに、お家で見ますね、はい、じゃあおすすめです、あの韓国おすすめです、あ、韓国いいですね、はい、なんかそうか、カンドラ好きって言ってましたもんね、はい、もうめちゃめちゃ韓国行きたくて、はいはいはい、ずっと言ってるもんな、ずっと言ってます。でも韓国やったら日帰りとかで行けるんじゃないですか、ね、いやでも行くならもっとステイしたいんですよ、あ、せっかく行くならね、はい、確かに確かに、じゃあ今のところ Vlog で、はい、はい、行きましょう、我慢しましょう、ね、ね、え、どっか行く予定ないんですか。え、私基本的にそこは避けて、うん、だってなんか宿代とか倍ぐらいになるんですよ。確かに確かに、もったいないかもしれない、うん、お休み取れるならね、そうですよね、そう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 、そっかそっか、台湾、そう、桜のシーズンもホテルとかみんな倍みたいですよ、うん、外人さんの、今じゃあいらっしゃってる方って、今ちょっと高級で来てるんですか、ね、そうですよ ね、 ね、そっかそっか、あ、桜の季節だから多いんですね、そうそうそ う、 そ う、 そ う、 そう、だからか、ね、すごい今日、そう、いつもより絶対多くて海外の方が、なんでかなって思ってたけど、でももう雨で結構散り始めちゃいました ね、 ね、そうね、だから一瞬だから美しいですね、本当に、ね、桜はまた来年です ね、 ね、はい、では最後にもう一回お伝えすると、来月の第2週の木曜日になります、はい、次がですね、はい、月に1回になりますのでよろしくお願いいたします、ね、なんかいろいろリクエストのメールとかいろんなの欲しいですね、うん、そう、でもそれをするにはここにくださいっていうのが必要になりますよね、うん、とりあえずここに、そうですね、とりあえずじゃあ、本日聞いてくださってる方、見てくださってる方、
歯の質問でも何でもいいですし、ラジオに対するメッセージでもとっても嬉しいので、うんうんね、ここのホームページにアドレス書いてあるので、そこにお送りください。私の個人的なインスタの DM とかでも全然大丈夫です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら本日が、最初がモアさんと、最後がアクマティカさんでした。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。